動画をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、いつしか6歳です。今回、こちら、久々に Need for Speed、こちらをですね、実況というよりも、雑談に近い形で、ドライブプレイしていきたいと思います。見た目はね、結構変わったんですけども、仕様は元々の、ドリフト仕様のままなので、ところどころドリフト、久々にね、マニュアルでのドリフトも練習しながら動画を撮っていきたいと思います。では出発しましょう。なんか電話が鳴ってたけど無視。はい、ということで久しぶりですね、Need for Speed。いけるかな。あ、スピードが上がってくるとね、また喋りよりも操作の方に集中してしまう感じになりますけどね。とりあえず久々に山道行きましょう。よっ、あれ、こっちで合ってたかな。外周をぐるぐる回ってる気がするな。よいしょ、危ない危ない、ぶつける。あ、ここだ。懐かしいな、このコース。私がね、初めてその実況したゲームが、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、この Need for Speed なんですね。一番最初の実況も、ドリフトの練習をしながら、自己紹介をするっていうね、動画だったんですけど、あれから何本かね、何？マークされたエリアでドリフトしてください。はいはい。なんかアップデートでそんな入ったんですね。はい、ターゲットマークは3000点、余裕でクリアですね。今ので良かったんだろうか。はい、なんかアップデート入ってね、またちょっとおっと新しい感じになったみたいですね。ちょっと話の途中だったんですけど、初めてね、その実況にチャレンジしたのがこのゲーム。同じようなコースでしたね。その後はね、ウィザートカラレだとか、その辺をチャレンジする動画を何本か上げたりね、してましたね。よいしょ。久々のプレイですけどね、無理さえしなければ。ああ、ほら。調子こくとこれだ。無理な操作さえしなければ、それなりに形にはなってるんじゃないですかね。マニュアルもね、久々に、おっと、ああ、やった。マニュアルでの操作も久しぶりですけど、すぐにね、元通りってわけにはいかないですけど、最初の頃と、似た感覚で、やれてるんではないかなと思います。やっぱりね、このゲームのいいとこはシルビアですね。おっと、めっちゃ携帯鳴ってるな、このゲーム。後で書き直してくださいな。今一人で走りたい気分なんですわ。特に理由はないんですけどね。今本当にその一人で走りたい気分っていう感じでこのゲームの実況を撮ろうと思い立ったわけなんですけど、実はですね、私先日誕生日を迎えまして、また一つですね、年を重ねたわけですよ。はい、言いませんけどね、
いくつかは謎設定のままでいきたいんですよ。はい、まあね、なんて言うんだろうな、あんまりね、こうもうそろそろこうあんまりおめでたい感じには感じないんですよね。嬉しいなっていう感じも薄れてきて、でもね、まあそんなこんななのかね、6歳的には、その誕生日当日ではないんですけども、スピードラン、いいです、お、ドリフトコーナー、あ、ダメだった、スコアセットがありません。まあいいや、今それにチャレンジしてる場合じゃないんですね。よいしょ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 、はい、誕生日前後ですね、なんか6歳の人生的に珍しくちょっとついてるなーっていうことが立て続いてあったんですけども、まあ先日ですね、先日が一番ピークなのかな。あのね、1年ぶりぐらいにね、まあ正確に言うと1回携帯アドレスを変えましたっていう連絡が来たんですけども、まああの1年ぶりにね、6歳が一番連絡を取りたい人とね、メールのやり取りをしたと。これがですね、何よりも6歳にとっては一番嬉しい出来事でですね、一番嬉しい出来事ででしてね、まあなんていうかね、6歳から連絡すればいいじゃんっていうところなんでしょうけど、まあちょっとした諸事情によりね、私からあんまり連絡することがなくなってしまったんですよ。まあ、そんなこんなでね、あれかな、お正月かな、今年のお正月にね、まあ年賀状代わりにちょっとメールを送ったんですけど、それも結局返ってくることがなかったんですけど、その分がですね、まあ今回、誕生日と関係なくね、普通に誕生日が過ぎた日あたりにね、届いたと。それをきっかけに少しやり取りしたんですけどね、まあ相変わらず元気そうで何よりですよ。あ、止まっちゃった。まあ6歳はこう見えてって見えないと思うんですけど、見えないからしょうがないと思うんですけど、結構人見知りなタイプですしね、人見知りなタイプなくせに、仲良くしたい人には結構積極的に近づいていくタイプなので、まあなんかうまいことできないんですよね。距離感っていうのかな、なんていうか、おっとっとっと、ちょっとね、なんか悪が強くなりすぎちゃったりね、うまく伝えることができなかったりするんですけど、おお、街に着いちゃった。特にね、メールのやり取りが中心になっちゃうと、まあ、お互い忙しい身なんでね、なかなかこう会話ができない、会話する機会がないんですけど、メールのやり取りが中心になっちゃうと、やっぱりね、こうなんか誤解を招くというかね、誤解じゃないんでしょうけど、うまく伝えられないというかね、そういうもどかしさもあったりして、まあそんなこんな知るうちに1年過ぎちゃったわけですよ。ねえ、まあ1年ちょっとですけど、1年か、約6歳もね、ずっと気がかりではあったんですね。気がかりというか、ずっと気にはしていたんですけどね。先ほど話したような感じで、ちょっと連絡が取れないけど、1年ぶりに連絡が取れたと。それが、6歳の近況、嬉しかったことですね。はい。まあ、さっきも言った通り、誕生日そのものはね、そんなにもう嬉しい感じではないんですけど、まあ誕生日と関係ない
ところなんですが、ちょっとしたね誕生日プレゼントだと6歳は受け取っております。ね、確かその人6歳の誕生日知らないはずなんだけどな。まあ偶然でしょう。偶然って怖いですね。はい、6歳はですね、こうやって毎日ね好きなことをする時間があるってだけでもう十分幸せです。はい誕生日とかね、まあぼっちでね、のんびりやったとしても全然それはいいんです。むしろね、自分で好きなことをできるっていうその時間の方が今はまあ好きというかね、好ましいのでこれでいいんです。まあ今回もこんな感じでね、雑談中心のドライブドオフオフ こんな感じでね雑談中心のドライブ動画になってるんですけども、まあね、結構最初の動画でも話した通り、6歳は本当こうノープランでね、あてもなくドライブをしたり、なんかね勝負事と離れてね、まあ一人遊びですね一人遊びができるゲームって結構好きなんでね、このニードフォースピードは。まあグラフィックも綺麗ですしね、まあ毎度毎度残念ながら現状では最高画質でお届けすることはちょっと叶わないんですけども、でもまあ十分ね雰囲気は伝わると思うのでね、アップしていこうと思ってます。まあね最近おっと、あ、またドリフトコーナー来ちゃった。はいはいはい、いやいいですよ。はい、最近ねディビジョンですとか、ディビニティですとかね、エンターザガンジョンですとかね、あの辺の動画ばっかりちょっと撮ってるような感じだったので、久々にねこうオフオフオフ久々にまあクルーとかねニードフォースピードとかそっちの方もやりたいなーって思ったわけですよ。でまあ現在ねゴールデンウィークなんですけども、まあ、せっかくのゴールデンウィークだ夜更かしだってわけじゃないですけど、まあ可能な限りね、ゲームをプレイしながら、あーこれせっかくここまでできたのに残念、まあいいや、おいしょ、まあね可能な限り実況ネタをガンガン撮っていきたいかなって思ってます。もうそろそろだいぶいいだけ喋ったかな。ね、多少喋りながらでも6歳少し成長したと思いますね。まあバンバンね、ネットにこう、このニードフォースピードのドリフト動画上げてる人にはやっぱりかないませんけど、6歳個人のクオリティの中では、比較的ね、上手になったんではないかなと思います。ほらまあまあでしょ誰に言ってんの。はい、そんなこんなでね、もうそろそろ、この、ああ、やっちゃった。この、ちょっと夜景の綺麗なスポットでね。あ、間違えた。少し、車を止めまして。これ、いいとこで止められないのかな。いいとこでは止められないな。もうちょっとさ。あ、これぐらいがいいな。はい。この辺で、では今回の動画は終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。では、いつしか6歳でした。